皆さんこんにちは。暑いですね。夏ですね。夏といえば夏祭り、花火大会、縁日、金魚すくい。そう、金魚すくい。金魚すくいはやりますよね、みんな。僕も小さい頃はよくやったもんです。多分多くの日本人がやったことある遊びだと思うんですけど、その後その金魚どうしました？帰りに捨てたって人はなかなかサイコパスだと思うんですけど、とりあえず買ってみたけどすぐ死んじゃったっていう経験ないですか？今日はそんな悲しいことが起こらないように、金魚すくいで連れて帰ってきた金魚を絶対に生かす方法を教えます。まず大前提として、遊び感覚なら連れて帰らない方がいいです。パパ金魚すくいしたいって子供が言ったら、必ずちゃんと世話するんかって聞いてみてください。ほとんどの子供はするって言います。実際はしないんで、パパがしっかりと世話してください。で、両親がしっかり家で買ってやろうという意気込みをして、金魚すくいはするものです。そしたら意気込みができましたか？それじゃあまずは金魚の状態を見ましょう。初めから弱ってる子は当たり前なんですけど、生存率が低いです。具体的に言うと、動きが悪い、尾がちぎれてる、白い点々がついてる、この辺が見られたらその屋台からは立ち去りなさい。ろくな屋台じゃないです。そしたらまず良さそうな屋台を見極めて、とりあえずすくったら用意するもの、水槽、ろ過装置、ライト、砂利、餌、カルキ抜き、粘膜保護剤、エアチューブ、三方コック、今回これらが必要になります。ヒーターは一旦、多分今夏なんでとりあえずはいらないです。まず水槽、大きいに越したことはないって水槽やってる人はよく言います。実際水質を管理しやすいっていう大きなメリットがあるんですが、スペースの問題とかあると思うんでね。あと高いし、家に置けるサイズを無理なく買ってください。今回僕は45センチのスリムサイズ水槽というものを使います。これぐらいのサイズでも十分飼育可能です。ろ過装置も設置する場所によって決めてください。個人的には投げ込み式のフィルターが管理も楽だし、安いし、初めて買うならおすすめです。ろ過能力だけで言ったら、外部フィルター、上部フィルターというものが強いんで、そっち力入れたいなと思うなら、可能ならそういったものを選択してあげてください。ただその2つは本当場所も取るし値段も結構するんで、無理せずに選んでください。今回僕は底面フィルターを選びました。なんでって？家に余ってたから。各フィルターの使用方法は取説見て設置してください。で、今回砂利を巻いてるんですが、底面フィルターを選択しない場合は別に砂利はあってもなくてもいいです。はい、それじゃあ水を作っていきます。はい、ここ大事、テスト出ます、ちゃんと聞いてね。とりあえず水道水をぶち込みます。で、ここ魚飼ったことない人でも知ってるよって人多いと思うんですけど、水道水には塩素とかが含まれていて、その成分は魚にあまり良くないです。あまりです。どちらかっていうと、魚というかは水中の浮遊物を分解してくれるバクテリアにダメージが入るんで良くないねっていうことをよく言われます。なんでね、極論常に新鮮な水道水をジャボジャボ投入できるんやったらそのままでもいいと思うんですけど、あんまりそういう環境は難しいと思うんで、おとなしくカルキ抜きを使って取り除きましょう。で、たまにね、カルキ抜き否定派みたいなんがいるんですけど、特に僕の経験だけで言うと、カルキ抜き使って魚がおかしくなったことないんで、とりあえず僕がいつも使っているこの商品は大丈夫だと思います。ポイント1、はい、次に塩を少々。この少々って分量ムカつくよね。わかるわ。ちゃんと教えるんで大丈夫ですよ。水槽の水量に対して 0.5% の塩を入れてください。で、なぜ塩なのか、熱中症対策なのか、いいえ違います。それは浸透圧が関係しています。浸透圧っていうのは、塩分濃度が薄い方から濃い方に水が移動するっていう不思議な現象です。基本的に淡水魚っていうのは飼育水、この泳いでる水の方が魚自体よりも塩分濃度が低いです。当たり前ですね。なんで飼育水は常に金魚の体に入ってきます。健康な時はそれを粘膜でバリアしたり、余分な水分を尿に排出して水分と塩分のバランスをいい感じに保ってるんですが、体調が悪い時はね、その体力が落ちてると、そのコントロールだけでしんどいわーって状態になるんですよね。人間もその熱ある時、普通に生きてるだけできついじゃないですか。あれと一緒です。
それをなるべく優しくしてあげるのが塩で、飼育水の塩分濃度を金魚の体の塩分濃度 0.5% に近いものに調整してあげることで、浸透圧の差をなくして金魚が水分をコントロールしなくても過ごせる環境になります。で、そうすることでコントロールに使ってた体力をその治癒能力とかに割くことができるんで、まあ、引っ越しするときはね、この 0.5% の塩水を作ることがおすすめです。まあ、その後徐々に水替えとかでまず真水に持っていけばいいと思います。あ、ちなみに入れる塩は何でもいいです。まあ、アクアコーナーとかに売ってる海水の素みたいなのは高いんでね、その辺の味塩とかで大丈夫です。あの味のも旨味調味料とかああいったものはダメですよ。次にこれ個人的におすすめ商品なんですけど、粘膜保護剤です。僕はこのキョウリンさんのプロテクト X っていう商品を使っていて、これ高分子ポリマーが魚の傷ついた粘膜を保護するっていうやつです。でこれ使ってからほんとね、屋外のメダカの生存率が爆上がりしておすすめです。はい、これで一旦水が完成です。飼育水にはバクテリアがなんだって話もあるんですが、まあ、今日ね金魚すくってきてすぐ飼いたいっていう状況なんで、まあ、これがベストかなって思います。でいくらいい水ができたとしても、いきなり環境が変わると魚がびっくりします。まあ、僕らもね、いきなり海外に放り出されたらなんかお腹痛くなったりしますよね多分。まあ、それと一緒でなるべくゆっくり慎重に金魚を引っ越しさせます。はい、まずお祭りでもらってきた袋のまま水に浮かべてください。これでまず袋の中と水槽の水温を一緒にします。 2,3 時間置けば問題ないと思うんですけど、水温差が激しい時は注意してください。温度が揃ったらゆっくりと水を合わせていきます。チューブと三方コックを接続してこんな風にセットします。その後サイフォンの原理を利用して少しずつ水槽の水を金魚が入っている水に入れていきます。これを点滴ぐらいのポタッポタッポタッっていうスピードでやるんで点滴法って言ってます。でこれで水がいっぱいになったら捨てて、また溜めて捨ててを3回ぐらい行ったら、まあ、大体水槽の水にだいぶ慣れてくれた感じになると思います。そしたらじゃあいよいよ新居へのお引越しです。入水。まあ、ここまで慎重にやったらね、次の朝起きたら金魚が浮かんでて悲しいなんてことにはならないはずです。よし、これで最大の山場は越えたんですが、まあ、もちろんここからもね、適当に管理してたら、まあ、いくら丈夫と言われている金魚さんでも弱っちゃうんで、しっかりと管理していかなきゃダメです。まず餌なんですが、 2,3 日は基本的にはあげないでください。まあ、餌の消化にも体力を使えますし、まあ、まだまだ立ち上げたばっかり不安定な水なんで、まあ、餌の食べ残しとかで汚れやすくなっています。まあ、金魚もね、1週間餌を食べなくても、まあ、餓死することはまずないんで大丈夫です。3、4日経ってから少しずつ量を増やしながら餌をあげていきましょう。はい、見栄え的に水草を入れてみました。やっぱり金魚はいいですね、良きですね。和の趣を感じるわ。ここからは週1回ぐらいで3分の1ぐらい水替えしていってください。その時の注意点ちょっとあるんですけど、軽き抜きはしてください。水替えの場合は粘膜保護剤をそこに追加してもいいです。ただ足し水といって、まあ、水は蒸発するじゃないですか。でその蒸発した水を、まあ、増やそうと思って水だけ足す時があるんです。そういった時は軽き抜きだけした真水を入れてください。これにもね、粘膜保護剤を入れちゃうと粘膜保護剤の濃度が濃くなっちゃうんでまずいです。まあ、必ず濃縮還元してください。でこの旨味もやっぱいいんですよね、金魚は。これ水蓮鉢とかで玄関先とかで買うのもめっちゃおしゃれやと思います。まあ、はい、そういった話は今回、まあ、とりあえず置いといて、とりあえず金魚の導入のやり方でした。金魚はね、かなり丈夫な魚なんで、まあ、結構簡単に飼いやすいんですが、まあ、やり方を間違えると命を落としてしまいます。丈夫だからといって適当でいいっていう考えは間違いです。まあ、なんで正直ここまで喋ってきてなんなんですが、まあ、お祭りで作ったから飼おうかなじゃなくて、まあ、しっかり準備してね、よし飼おうっていう意気込みで生き物は飼ってほしいかなとは思いますね。まあ、それでもやっぱりその金魚すくいをしたいという子供の気持ちも今でも僕はわかるんで、まあ、それをやめろとか言うつもりはもちろんないんですが、まあ、全力で命をつなぎ止めるように努めるのが救った人の責務だと思うんで、まあ、今回の動画のようにしてもらえばある程度問題なく飼育できると思います。まあ、ぜひ参考にしてみてください。はい、それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でも会いましょうね。バイバイ。